プーチンとしては、格好をつけなければ、これだけの軍隊を動かしたので、国内的に持たないんですよ。うんうん、だからあの、そういった意味では、格好をつけることができる。うん、あの国内あの、ロシア国内で納得されるような、そういう終わり方を迎えるしか、もうあの出口がないのね。うん、はっきりと、はっきり言って。うんうん じゃあそ、キエフを陥落させて、傀儡政権を作ってでその、まあ、ウクライナには新ロシアの政権ができましたよっていうのをロシアの、うそういう形にしてしまうと、無理やり形にしてしまうはい、はい、とあそれ、それなりにこうあの、納得感があるというか、うん、あのロシアの,その大統領であることは維持できるかもしれない、うんまあ、当初の目的はい、プーチン氏はそういうふうに考えて。 まあでもその傀儡政権を立ててその国際社会が認める認めないにしろ立ててじゃあここで一回戦争停戦っていうのはできるんだったらちょもうちょっと早めに終わる可能性ありませんありますよただまあその可能性はそんなに高くないということですね。まあ確かに傀儡政権ですって言ってて言も まあその選挙もなしに作った人で、さすがにそれはっていうのが、まあでも一応そのドンマス地区とかではその、あのまあ暫定政府ができて、一応それをなんか、あの、そのドロシアとしてはじゃあ一応国ですよって独立を認めたわけじゃないですか。うん。っていう感じでいくと多分暫定政権をつ作って、新しいウクライナの中に別の国ができたよねっていう形でロシア議会が承認して、でまあそこで戦争も終わってなければ、 一応ロシアとしてはやるべきことはやったよね。